ってきてるんですよ。そうなんですよね。あと3日って書いて、はいはい、大変です。ちょっと待って何これ、ん、ちょっと待って、何、え、はいはい、大変です。早く撮らないと。はい、早く喋るよこいつ。今日は何これっていうかね、ん、何分あるの、てかさ、なんて言ったって30何分もある、はい、ね、下から撮ってるけど1月17日が迫ってきてるんですよ。そうなんですよね。あと3日って書いてあるもん。大変、もういいよいいよ、大変。チケット絶賛発売中ですけど、来場チケットはね、はい、もう早々に選挙ソールドアウトっていう感じで、あの、このままありがたいことに売り切れたんですけど、いや、これ、あの、配信チケットがまだ発売中で、昨日ね、おまけ動画を撮ったので、おまけ付きチケットの方は、そのおまけがついてきますよっていう、はい、はい、そんなのも用意しつつ、7月17日ワクワクしますね。そんな中、うん、YouTube では短編ドラマを載せたかと思うんですけれども、はい、皆さん見てくれましたか？見た見た、はい、あの、ね、それについて話してなかったんですけど、うん、あんまりどこでも、まあラジオでね、あのFM ノースウェーブで、あの、解禁する前夜にちょっとお話ししてたんですけど、それでそのタイミングでしか話してなかったので、改めて話すと、あの、実在するレモンライフっていうデザイン事務所があって、いや、挨拶してないかも。はー、せーの、チャラチャンラジオー。歌とアコーディオンの姉妹とシャノパナタのボーカル妹のモモと、姉はアコーディオンの小春です。どう、新しい。さっきさ、街で、まあ、いや、その話は後でしょ。順を追って順を追って順を追って、はい、あの、まずその YouTube に、あの、アップした短編ドラマね、はい、独立前夜っていうね、短編ドラマ、あの、レモンライフって実在するデザイン事務所で働く私の、あの、お友達ハロリの永瀬ゆいっていう友達がいて、その実際にゆいがもう、あの、独立するってので、独立するときに、あ、この動画もね、アップしようかな、あの、ツイッターかどこか分かんないけど、ゆいにね、メッセージ動画みたいなのも撮って、その送別会の時にその動画が前にくっついてる状態のでアップ、あ、流れたのが、ゆいーとか言って、私がコメント動画、おもでーすとか言って、なんかびっくりしたでしょ、ゆいの服着てまーすみたいな、うん、そこでいろいろ種明かしというか、あ、本当にサプライズで、そのゆいが独立するのを記念して、それをお祝い、お祝いというか、その、あの、旅立ちをね、みんなで祝福する意味を込めてドラマを作ったんですけど、まあ、それの始まりは、あの、そのレモンライフの千原さんっていうアートディレクターの人と、あの、友達で、それもね、ハロリだから、ハロリン飯をしてる時に、まあ、ゆいゆいが卒業すんだよなんて、その話を聞いて、え、じゃあお祝いにドラマでも撮ったらみたいな、実話を元にしたドラマを撮っちゃいなよとか言ってて、本当に軽い気持ちで言ったら、本当に千原さんはいいねって言って、そのために、あの、計画してさ、脚本も何個も書き直してマジなやつじゃん。すごい。しかも、あの、裏エピソードとしては、そのゆいに、あの、まあ、独立をテーマにっていうか、あの、インタビューという名目で、うん、ライターさんに、まあ、脚本とかも書く方なのかな、あの、ゆいのインタビューをしてもらって、そこで実際のエピソードを引き出して、そこから、なるほど、台本にした。わざわざね、なんか割と細かく言うたんだなっていう感じだよね。そう、だから私が言ってる
え、ゆいゆいレモンライフどのくらいいたんだっけみたいな、みたいな、9年でインターン時代も含めると2年だから11年ですね。わ、待って、そんなにいたんだみたいな、もう全部その丸々ゆいが言ってた、言葉をそのまま脚本に落とし込んで作り上げたっていう、すごいよね。なるほど。もうだからすごい、ちゃんと準備してさ、台本も作って、まあ、キャスティングもね、いつもなんか関係のある女優さんだったりお友達とか、実際レモンライフのデザイナーのね、女優業やっていないね、デザイナーの子たちも出たりとかして、そう作ったんですよ、ね、で衣装を自前の何着か用意してって言われたんだけど、いやせっかくだったらゆいの私物がいいって言って、で適当な嘘でもついてゆいに服借りてくれって、私がわがまま言ってさ、そうで、じゃあなさ、適当な嘘ついて、服どうやって借りるの？適当な嘘ついて。でも、今までも借りたことあったんだって。そういう撮影のちょっとテスト撮りで、みたいな。キャストさんに着させなきゃいけないから、ね。なるほど。で、今絶賛千原さん、そうなんか。そうか、映像撮ってるタイミングがあったんだ。撮ってて、でそれでじゃあちょっと服、みたいな。そう。それのテスト撮影があるから、それで女優さんに着てもらう服、ちょっと、5、6着おっていう、でそれもさ、ずっとさゆいをさ、ね、聞いてとか言って、マジで急じゃないとかめちゃくちゃ愚痴ってて、知らずにね、私に、で千葉がさとか言って、そう急に言ってきて、そんなことあるみたいな、スタイリストさんいるでしょなんつって言いながら自分の服用意してくれて、それを私がだから着てたんだけど、それももう言わずに、そうで、だから私がドラマで着ているお洋服は全部ゆいの私物で、で冒頭で出てくる忘れ物ですって言って事務所に取りに帰るぬいぐるみたちもゆいの私物で、なるほど、実際に大事にしてた、大事にしてるゆいのそのぬいぐるみたちで撮影をしたっていう、すごい計画的なサプライズで、そうだね、当日までバレることなく、しかもそのなんかメッセージ動画がさ、送別会で流れた時、私がさ「イエイ!」とか言った時「あ、私と同じ服持ってる」とか言ってて、自分のだと知らずに「違う」って言って「あ、私のだもそれも」とか言って違う違う、で「これはイエイの服ですよ」とか言ってメッセージ動画で言って「えっ!?」で千葉さんに私がなんかこうポッと言ったアイデアでドラマ作ることなんて実際に作ってくれましたとか言って、それではご覧くださいとか、独立でいいやとか言ってそりゃそうだろ、そう面白かった、すごいね、そうやっぱりね、サプライズ計画的にねやるのすごいなっていう、しかもやっぱ何より本当に愛されてる、まあそれはね、もう他でもないゆいのね、人柄というか、まあやってきたことがっていうことなんだけどさ、それでもやっぱりレモンライフっていうデザイン事務所の、まあ、私はデザイナーでもないから全然ね、デザインのことは何も分かんないですけど、すごい会社だなと思ったよね。まあね、せーの、チャラちゃんラジオ。私その会社、まあね、1年しか経ってないですけど、はい、会社というものを作ってみてさ、でやっぱね、どんどんさ、まあ、できることなら大きくしていきたいじゃん、うんうん、でやっぱりなんか人を入れてさ、雇って人育ててさ、で会社自体もどんどん成長していきたいなみたいな気持ちあるけどさ、大変じゃんやっぱり。大変ですよ。じゃあそんな中さ、まあ分かったの口聞くなって感じかもしれないけど、それでもやっぱりちょっとなんか、はあ、はあって思ったよね。はあ、
思って今何分かったような口きくなって感じですけどってすげえ前置きでなんか寝落ちしてるの受ける、うん、一旦いやじゃあ会社のさ分かったようなこと口きくなって思ってる方がいるかもしれないからその1年ちょっとで会社のこと分かって気になるなって思ってる方がいるかもしれないから一応言っといたけどでもまあすごいね素敵な会社だなと思ったの改めてねはい、はい、そんなドラマもし見てない方がいたら見てください私がこうやって思い悩んでるサムネの動画なんで、で新曲も2曲聴けるのってねやっぱなんかドラマと一緒に新曲聴くと曲聴くとさ、うん、やっぱよりなんかこう入ってくるよねまあね、うん、なんか良かったなねだから曲もそのゆいのそのサプライズドラマ作るっていうんで私がそのゆい役で出るっていうので決まって小春ちゃんにそれを話したらじゃあお祝いでそのゆいゆいに曲書くよとか言ってそこからだから本当にものすごい速さで間に合ってギリギリ間に合ったよすごいよねもはや5日ぐらいじゃない、うん、知ってからそうテンション的にはそうすごいよまあすごいそうだね知ってからすごい厳密に言うと1週間ぐらいまで1週間ぐらいだけどうんいやでも本当に素晴らしい新曲2曲これは8月31日に発売されるから、はい、それもまたね楽しみにしてほしいですけどまだちょっと楽しみにできる時間がちょっとだけあるからねまあ動画も見ていただきながら主題歌の方はさラジオではフルで流したけど FM のスウェーブの方ではドラマの方ではちょっとNG シーンとかも被ってたりするからちょっとだけボリュームが下がるとことかあるからマフルで聞けるのはまたそのラジオで流したら聞けるし配信されたら自分の好きなタイミングにフルで聞けるので配信されたらぜひダウンロードしてくださいって感じではいはいそして昨日は小春ちゃんが日テレのバラエティ番組に上田と女が吠える夜に出演しまして2時間スペシャルだったでしょそうちょうど真ん中ぐらいだった2時間スペシャルの真ん中のなんかしかも夏スペシャルみたいな感じでそうなんかなぜか真ん中のパートだけそうなんで全部じゃないんだって思ったんだけど、うん、私はなんかだから夏の怖い話みたいなテーマだったから夏のみたいなああ、そう。暇し的なコーナーだったから。はいはいはい。で、なんか、その、出演のされる女性のタレントさんとか女優さんとか、出演者の皆さん、みんな、浴衣でさ。でさ、なんかさ、割とさ、それさ、なんか、MC っていうか、その、進行の中で、今回は浴衣でお送りしておりまーすとかって言ったりするのかなと思ったら、何も言わずにそのまま終わったの。だから、でも、冒頭で、夏、ぴったりみたいなこと言ってたかのわかんないけど、まあ、夏の、はい、なんか夏のです本当にあったある意味怖い話みたいなでドロドロドロみたいなそうちょっとまさかのそのコーナーに呼ばれた普通になんかそれがいいですって言ったわけじゃないから、うん、いや面白かった小原そこに選ばれたの、うん、あとなんかでもさなかなか着る機会のないさ浴衣着れて、うん、衣装としてさあるんだよ私たちそう、 うちらちゃんと何着かなんかその浴衣着る時のためのなんか大事に取ってある浴衣ってのがあるんだけどそれを使った時は着た、ね、そうそれあれ可愛かったし本当に面白かった小原ちゃんがなんか本人役の再現 VTR、うん、謎になんかすごい凝ってるいやティマジめっちゃ面白かった、ね、あの再現 VTR 全員やってんだと思っててほらゲストの人全員そういう枠がある、んだと思ってたのえ小春ちゃん以外一人だけだったさ本当に全員じゃなかったのでさ全員じゃなかったのよしかも再現スペシャルって言ってるからやっぱスペシャルってみんな大体やるんだと思ってたのだからほらでもコーナーなんていやあれそれは番組側のスタッフさんが本当なんかナイスプレーだったなと思ってその小春さん本人出演でどうですかって言ってくださったのもこの方じゃんでしょ
だからなんかそれをさ別にあのそれこそあの俳優さんにお願いしてさ撮ってもらうこともできるじゃん、うん、だからなんかそれマジでナイスと思って小春ちゃんの本人役でするマジで最近 VTR 面白すぎてもうこれこそ見てない方がいたら TVer で見れるのでぜひ見てほしいんですけど、はいマジでめっちゃ笑った。いやなんかいろいろかあのいろいろ怖い話を語ったほら打ち合わせとかでさほら何のエピソードをするかってなんかいろいろ多めに言うじゃんなんかいろいろね怖い話、まあ、こんなのもありましたこんなのもありましたっていろいろ怖い話あれしたんだけど謎に選ばれたのがあれっていうねあのいろいろ言ったんだけどいろいろ怖い話言ったんだけど、ね、いや皆さんえなんなら私知らなかったの。あんまり出してないやつにしようと思っていろいろ出してるのあるじゃん怖い話ってあれ結構いろいろ出してる話あるのよいやかなり出してる鉄板ですって結構ある5本くらいある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 なんかあのもうね小春のなんかあの鉄板の不幸なんか不幸5選みたいななんかあるのよなんかある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 しみんなも多分それ系だと思ってるあるしなんなら話しすぎて曲になってたりとかそうそうテキネキンがうんぬんとかなんかみんなも多分普通に話せるくらいの感じの空で話せるそうそうみんな空で話せるくらいのエピソード結構ね、そうそうそうで、うん、みんな知ってるやつはもうさすがにもうね十何年ファンやってる人もさすがに新しいの知りたいだろうと思ってあんまり言ってないやつでも多分あんまりっていうか言ってないやつ言ってないよね多分言ってないあれはせーのチャラチャンラジオだからなんだろうって私も思ってでそうでエピソードのなんか実写のやつ撮るんだって言ってえどれ待って気をつけなねどれえ言うのにもいろいろあるからね気をつけなねみたいなこと言われててしかもまあでも確かに気をつけた方がいいんだけどいやなんかあの撮り方がしかも本怖って感じでさなんか、うん、この時はまだ気づいていなかったのですみたいなさえしかもなんかしかもあれって撮影終わってからあの再現の VTR を撮り終わってから何そのナレーションのところだけ撮ったのよ、うん、何々だったのですってやつちょっと明るいっていうのと怖いっていうの全部2種類あって全部2回撮ってのあれなんたらだったのですっていうのとなんたらだったのですっていうそっちでしょそっちが使われたでしょそうめっちゃ面白かった知りませんでした全部さあのあずっとさあのなんつあとヨーンとしたさなんかフィルターみたいなそう青いフィルター寒いなんか体が寒いみたいなめっちゃ面白かった体温が低いみたいな、 なんかめっちゃ面白かった本当に私もう一回 TVer で見ようでも本当に私去年の夏ぶりかもテレビつけたのすごい違うああでもあれは小春ちゃん家で見てたから自分家のテレビつけたの本当にテレビ見なさすぎてあの去年の夏だよねオリンピックそうかもうんそうかもうんオリンピックの開会式か閉会式でつけてそれあマジかそれ小春のじゃん家じゃんああ閉会式だ、うん、それ閉会式どっかのオープニングか閉会式か分からないけど、まあ、どっかのタイミングで私ん家で1回だけつけたタイミングはそれぶりにテレビつけてこうやって待機してたマジか小春あれちょっとなんか選挙特報だけ見てたなんか気になってはいはいはいあのなんかでも私テレビやっぱりさそう思うとさだからテレビでしか見れなかったものさ選挙特番とかもそうだけどそうで選挙特番が YouTube で見れるようになってるのよあとなんかそのアベマ TV とかそうそうアベマ TV 見てたそう確かにだからそれはねテレビで見なくなったのよいろんなものそれこそだってそのオリンピックの開会式閉会式とかもまああの見れるし映像で見えるだからなんかもうさあらゆるもの見逃したくないものまあそれこそテレビのやつもねその見逃しちゃったの TVer で見れたりするけどでもリアルタイムで見たいんだよねそうじゃあ見たいってのが数年に一度起こるのそれってのは小春が出る小春が出るバラエティーの小春が出るバラエティーっていう話なんだあのチャロプランターのバラエティー担当小春ちゃんだからたまになんか出るあのバラエティーえでもマジで数年に一度出てるの小春そう数年に一度なんか嬉しいよねでもそうやってドキ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 声かけてくださるのはさだから、うん、もしこれを見ているあのテレビの関係者の方がいらっしゃいましたらぜひはいあのでもとはいえ小春の再現 VTR 撮ろうって決めた人が本当にすごい、うん、だからだって小春今までの、 あの映画でちょいでとか映画でちょいで1回
これじゃない、演技ね。そうだ、演技。演技に関して、映画のちょいで一回。映画から。で、舞台の声だけ一回。だからその二回だけなんだよ。映画のちょいで一回。そこそこそこ。ああ、そうかもね。え、あれ飛べないことに？もう何年前だよって話じゃん。え、やば。あれ以来で。これ演技の仕事来んじゃない？え、でも次もまたなんか自分の再現 VTR だと困るんだけど、ちょっと結構リアルな再現 VTR 結構困っちゃうの。小春ちゃんの演技がいいみたいな。でもさ、ね、どうする、全部ホラーだったら。でも小春それのエレバートリーだけあんの。でもさ、え、みたいな、あのあれ、あの叫び方よかったよ。なんで初任の毛それ返って、え、あれ2回もやったのよ。なんか別の角度の欲しいみたいになって、いや別の角度の欲しいみたいな。さ、映像のさ人は知ってると思うけど、映像じゃもう分かると思うけど、別の角度からもう一回同じの撮るじゃん。もう今の結構もう白紙、もう自分の中でもうベストだから終わりたいっていう感じなのに、もう一回やるの。なんかあの監督さんみたいな人がギリギリまで息止めてると、あの息荒くなるんでいいですよみたいな、なんかすごい勧められて、え、なんで息止めろって言われてんのと思いながら。ホラーの勧めだよ。そう、ホラー演出じゃん。で、よかったのよ、ギリギリまで息止めてると心拍数が上がるのよ。息止めてたんだ。そう、怖さが増したわけだ。じゃあもうその縁側と彼を何度も見るシーンですけど、もう皆さんぜひ恐怖の縁側、あのもうそれからというものは私は縁側の呪いにかかってしまって、多分見た方は皆さんねかかってるんじゃないかなと思うんですけど、縁側というワードだったり、縁側にちょっとあのそう過剰になんかあの反応っていうか、え、でももうこれはあのサランポランタンのお客様方ね、チャランポラーと呼ばれてる方々は縁側に取りつかれる、しばらくの間取りつかれるんじゃないですか。取りつかれると思いますよ、うん、だからお寿司屋さんに行っても普段縁側頼んでいなかった方も頼むことでしょう。うん、しかもなんかあれってさ、もう頼めなくなるわけじゃなくて、なんとなく頼みたくなるってちょっと新しいでしょ。なんかさ、もう一瞬顔見たくないみたいな、縁側の。そう、もうなんかじゃないのよ、絶対頼まないようにしようってわけじゃなくて、なんか頼みたくなるって、そう、新しいでしょ。なんか一旦頼むみたいな。私もだって食べたいもん。え、どう、なんか縁側なんて一回も頼んだことなかったの私。あ、小春もね、あのね、ちょっと飲み物あの、いや、ね、小春もね、あの恋人に勧められるまで一回も食べたことなかったの。え、そうだよね。せーの、チャラチャンラジオ。うん、縁側ってあんまり出会わないよね。出会わなくない、わかんない。でも好きな人はそのまあとりあえず見てください。もし見てない方がいたらあんまり喋りたくないから。そうね。あ、でもまあ本当に TVer で、なんだったら Hulu だっけ、 Hulu でずっと見れるんだよね多分。うん、最高。私 Hulu 入ってる。すごい、フルでコーナー見てるから、フルでずっと見れるよね。 TVer でもずっと見、なんか1週間見れるし。はい、もうじゃあぜひ。ちょっと最後だったね。再現 VTR は結構カロリーもうすごい使うのよ、うん、精神的にもうやみかけだから。やみかけだったし、だってさ、1日の中でさ、ね、歴代あの、ま、あの、うん、歴代彼氏総動員になることある、人生の中で。ないない。なんかあの時期さ結構病んでたよね。なんかあれじゃん、なんか結構調子悪かったよ、体調が調子悪かった。まあね、そんなね、あのテレビ出演も昨日あって、はい、そんで今日事務所でまあ作業してたんですよ。でさっきあの新しいグッズをね、あの倉庫にあの送ろうっていうので、まあ、ネット販売をするためにその新しいグッズの在庫を段ボールに入れてその送ろうとして、その段ボールを持って、そうこうやって送りに行ったんだよ。こうやって持ってたの普通に。そうで、そ、外歩いてたらさ、段ボール持って目の前で、だからまあ私は小林ちゃん後ろに歩いてるから、こうやって歩いてたらさ、目の前小林ちゃんに女の子だね、あれ若い女の子だよね。ちょっとこれちゃんと顔見てない。いや、若い女の子があれ近寄ってったの、小林ちゃんに。ちょっと小林ちゃんだから見てない。ってなって、みたいな、覗き込まれて、うん、こうやって覗き込まれて、うん、なんか声かけられたんでしょ。昨日見ました。終わり。すごくない？
昨日見ましたよ。しかもその時の小春ちゃんまだ顔完成しなかったから、うん、もうすっぴんのままなんかなんて言ったらいいか分かんなくって、てか小春多分道端で声かけられた時すごい変な返事をみんなにしちゃってる。でもなんかチーズみたいな感じなかった。うん、って終わった。やばくない？そんなやついる？え、でも向こうも、ってなってるから、って言われても、うん、大丈夫、大丈夫、って言っちゃった。なんかすごい変なやつだと思う。大丈夫、小春ちゃんが変なやつなのはあのタクシーのドライバーさんとの会話の回を見てもらったらもう分かると思うから大丈夫。あんまりでもてかさ、だからやっぱテレビすごいなと思うよね。うん、街歩いててさ、段ボール持ってさ、すっぴんで歩いててもさ、昨日見ましたって声かけられるくらいだから。そうなんだよ。でも結構ね、インパクト人間だからさ。でもどこで気づいた？前髪とこのサイドっちょ。でもサイドっちょわかんの、ほらだってピンで留めてて、だってあの緑のやつ。さっきも？うん、さっきもだよ。これさっきこれだよ。じゃあやっぱり異様な人間がいるってところから、この前髪からあれ昨日見たっちょみたいな。見たっちゃうってなって、そうなのかな、じゃない？そうなのかな。でもさ、これで分かったのかな。すごいよね。よく声かけるよね。目の前で声かけられてる小春ちゃんを見ながら、すっごいと思って。いや、私最初知り合いの友達だと思ったから。でも小春友達と道端で会うことがないから。ないよね。うん。なんか、へって言ってた。そう。いや、すごいよ。本当に。まあそんなね。うん、最近ちょっと面白いこと立て続けにやりましたとさっていう感じで、うん、その YouTube のドラマもだし、あの昨日のバラエティも、上田と女が吠える夜もぜひ見てくださいね、はい、見てくださいね。そんなこんなでもう7月17日が差し迫っている、差し迫ってるんですよ。あ、じゃあ昨日歌いすぎて私結構。そうね、じゃあ今日小声で歌おう。うん、もうもはやこの喋ってるのが負担になってるんじゃないかくらい、ちょっと喉のなんか結構今はしんどいとかっていうか、なんかの喉を使った感がすごく感じる。でも多分なんとかなんですか感じで喋るか。何、多分2年前の時からはよりかは喉の筋肉は衰えただろうね。あの時の方が毎日ライブやってたから、喉筋は衰えたのでは。思ったんだけど、あのね、と思うじゃん。で、そのコロナ禍入って全然ライブあれしなくなったねっつって言って、もうだから衰えてるんだろうなっていう先入観、お衰えてるんだろうという暗示にかかってたの、自分でね、かけてたのよ。でもライブやってみたら、普通に前より声出るみたいな、なんかその普通にその、なんだろう、だから衰えてないすごいすごい、衰えてないってことない、衰えてはない、うん、うん、衰えたなんて認めない。ああ、ごめんごめんごめん、それは言ってるだけとかじゃなくて実際に衰えてないと思うと見た。単純に昨日はあの 生声でフルでね、フルフルでリハしてたんですよ、この事務所で。あのね、マイクは使う予定だったんだよ。立ててんのよ、だって、うん、準備してた。スタンドで立ててるもん、うん、でね、本当にね、刺す予定だったんだけどね、スピーカーがなんかね、わかんないけど不都合で来なくて。じゃあ私だってもう24時でさ、バッチリ待機してたんだから、もう20時で来るから待機しててって言ってお願いして、絶対外すわけいかない。あ、もうそうだよ、もうだからトイレも行ってない、行かない行っちゃう、行ってないし、もうそのだから直前急いで立ち食いじゃない蕎麦屋でうーっ食べて1分前にキューッてあぶねあぶねえあぶねえ2時だじゃあ待とう、4時まで待とう、うん、チカ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 チ
ちょっと調べてみたいな。小春がね、もしかして家に置き配になってんじゃないとか言って。家に置き配、またほら、ここのだって事務所の冷蔵庫を家に置き配になってたから。せーの、チャラチャンラジオ。うん、レンジ、それも私電子レンジも、それ運んでる、電子レンジを運んでるのか、ここ。そうだよ、大変だよ、本当に大変なことさせたと思ってる、信じられないから、ね、最悪だから、ね、それ言ったらいいと思って最悪最悪で、うん、だから、まさかね、置き配かも、置き配かもしれない、また置き配されてるかもと思うじゃん。あのね、銀行振込っていう設定にしてて。なんで？なんかね、カードがね、うまくなんか切れなかったのよ、うん、なんかあのカードがとりあえずうまく切れなくて、じゃあ銀行振込だったら普通にすんなりできるから、じゃあ銀行振込でとか言って、振込先ってなんか送られてくるのかなと思ってたら、すっかり振り込むの忘れてて、だから買ってなかったんでしょ。そうびっくりだよね、私はもうさ、その2時間の間キューッカッチ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 来るかな、新しいスピーカー来るかなと思ってて、結局で今日も来ません。次来るの20日ですから、ライブ終わってますねえ。もっとギリギリの日程にもできるんだけど、その時には逆にうちらがいないんですよ。次は20日、あ、17とかとか18とかとか、そう、それじゃちょっとだって違うでしょ。なんてもうさ、本当にびっくりだよ、本当にびっくり、小春もびっくりだよ。いやもうそれで生音で、まあ別に生音でリハできないことないから、生音リハしようっつってしてたんですけど、ちょっと張り切りすぎちゃって、てかまああのアコーディオンが結構、まあ、アコーディオン演奏されてる方たくさんいると思う。あ、家ででも一人でそんなに爆音は出さないか、まあ、小春ちゃんのね馬力っつうのがまだえげつないよね。アコーディオン生音結構出るから、ちょっとまあ久々に2人で合わせて楽しかったっていうのもあって、結構歌っちゃったっていう感じで。そうですね、そうですね。そんなわけで、まあここ最近の話をねしちゃったけどもね、なんかね話そうと思ってたんだ。何？あ、これって、これに入って、ね、最悪だ。ちょっとパソコンのノイズ、なんでこんなことしちゃったの。これを言おうと思ってたんだ。そうそう、違う、あとこれだよ。あ、それだ、絶対。皆さん、今我々が着てるあのこのね、ヒキヒキ13瞑想の13瞑想 T シャツ、ツルツルだからよく拭けるわ。13瞑想 T シャツあるでしょ。これに加え新しいグッズっていうのが続々とあるんですよ。まあ紹介したものもあれば、紹介してないものもまだあるってことで、この場でちょっと残りのグッズを紹介したいと思います。そういうことで全部ね、あ、いいね、ここでリストになってるよ。あ、まだでも来てないのもあるからあれなんだけどね、うん、せーの、チャラチャンラジオ。はい、大丈夫っぽい。じゃあちょっとなんか突然私がお箸の、うん、お箸を掲げた瞬間に動画が終わる。本当。動画が終わった。はい。はい。もうそろそろ終わった方がいいってことなんですよ。さて、じゃんじゃじゃーん。こちらの。めっちゃ、かわいい。これも、13周年の記念グッズです。回りかけちゃったけど。いいよ、これケースから出しなよ。はい。俺、うん。先ほどこれで大福を食べました。イエーイ。シャン。あー、ちょっと待って待って待って、秋から電話。ちょっと今まで、今ダメ秋さんから電話来ちゃった、うん。
今ちょっと収録中だからあとちょっと。はい、じゃーん。見えるかな、ちょっと見えないかな。日本歌手風琴姉妹音楽会ってこっち書いてあって、こっちはチャランポランタン13周年記念って書いてある。超可愛くない？限定お箸。もうさ、前にさ茶碗もさ箸置きも作ったから全部変えたらもうコンプリート、うん、食事コンプリートで湯飲みも前やってる。やばいじゃん、うん、あれ私もうほんとほぼ毎日使ってる。え、じゃあ、あとお盆とか。次お盆でしょ。お盆ってさ夏のお盆になってるから、夏のお盆にお盆作る。お盆こそさちょっとロット数あれしたいね。めっちゃ余ると思うよ。まあでもまあこういうとこに使えるから、うん、インテリアも使える。そっか、ダメか、小物入れとかにもなるよっていう、うん、もうそうしよう、部屋に使う。でもお盆ダメか、売れないか。いやいやいや、ちょっと物いろんな大きさと、うん、もうね、あのね、こんなに大きくなかったらいけると思う、うん、だってここにも使ってるじゃん。そう、うん、お盆ね、めちゃくちゃ可愛いでしょ。この限定箸、金色の、文字でチャランポランタン13周年記念日本歌手風琴姉妹音楽会というふうに書いてあります。ぜひこれ一つ一つ、このね、なんかちょっと高級感のある袋に入って、これをさっきあのインターネットネット販売用に倉庫に送るための段ボールを持ってる時に声かけられて、うん、そうはい、さて、そしてこれが一押しですね。あ、あった、一押しグッズ紹介しちゃいますよ。これは一押し、せーの、じゃん、メダル、記念メダル。しかもこうやって立てかけられる、立てかけられるの、大好き。でもちょっとこれ出してほしいのよ。これ出してほしいの。なんでかっていうと、もう超限定商品だから絶対手に入れてほしいんですけど、まあ、これは売り切れだな、完全に売り切れると思う。売り切れちゃうと思う。はい、じゃーん。ちょっとこれがね、そういうもんじゃないんじゃない？え、ほんと？ちょっとこれとこういうのでやってみる。あ、それでいけるかも。いけるかも。あ、でも近すぎなのか。あ、いけた。いけた？うん。あ、でも、これ今、反対にして、うん。あ、てか、逆に、ちょっと今、うん、今だけちょっと。せーの、チャラチャンラジオー。はい。イェイ。こちらです。すごい、わかる、これだとわかる、わかる、うん、こちらね、めっちゃ細かい。これも持って、ほら、アコーディオンの蛇腹まで超細かい。あ、すごいすごい、わかるわかる。これ反対向きにもしてよ。めっちゃかわいい。すごいね、めちゃくちゃいいでしょ。こちら超限定商品なんで、はい、この13周年記念のグッズ、はい、ぜひ。これこんなちっちゃいシンス2009の、ほんとだね、ね、超かわいい。はい、そんなね、小春ちゃんイラストの、イラストデザインのメダルでした。メダルでした。せーの、チャラチャンラジオ。はい、そんなわけで、このね、限定メダル、これ今蓋取ってますけど、はい、限定メダルもあります。会場でも販売します。この大好きだから、こうやって部屋に飾れます。飾れる、すごいよね、めっちゃかわいい。で、こちらもあのネット販売もしますので、うん、こちらも待っててください。で、ネット販売、この間聞いたら、うん、あのネット販売はあらゆる新しいグッズが到着してから、うん、全て揃ってから一緒に販売スタートしてほしいっていう声が多かったので、そういう風に手配します、
そうなんですけど、おそらくその結成日の7月17日にグッズの販売も開始できると思います。そうですね、すごい。そうだから多分、うん、だから午後どうなんだ、うん、時間は分かんないよねまだ、うん、でもその日中にスタートできるんじゃないかなっていう感じで今進めてます、うん、SNS にまた、はい、日時を更新しますので、はい、そんなわけでぜひ7月17日は、はい、会場に来たお客様は生のライブ楽しんでいただいて、もう来場チケット売り切れちゃってる、もう当日券も出さないよね。うん、出せないと思う、ね、売り切れちゃったもんね、まあ、ホールなのでね、そう詰め込めるだけとかいう話じゃないからね。そうなんですよ、そうそうそう、あの来れる人は来てもらって、配信でもぜひ楽しんでいただいて、よかったらおまけ付きのチケットをゲットしてもらって、おまけ付き動画もおまけの動画もね楽しんでもらえたらなと思いますが、7月17日は私の朝のアローズもありますので、すごいすごい日アローズ忙しい山じゃん。それじゃあアローズやってから、はい、夜のライブも皆さんアローズを聞いて夜のライブも参加してください。すごい、それちょっと一回お昼で昼した方がいい、ね、ちょっとね、ちょっとね、一旦早めに会場入って、会場で一旦あれするわ、一旦もう、あ、ももの話じゃなくて、みんなも、みんなもね、みんなどっか、みんなは絶対できるよ、だってそうだ、ね、夜だもんライブが、うん、はい、ももはどこで、なんか椅子とかで、私も立ってもいけるからすごい。じゃあやって、そんな予定ですね。はい、そんな予定です。はい。7月17日を楽しみに。はあ、そんなわけで結構喋った気がする。そうなんですよ。ちょっとやばいね。これあのね、アップロードが間に合うのかもしれない。このね、こう今日のラジオはね、昨日のバラエティ番組に重なるってことで、うん、一日ずれて今日アップされる。そう。だから逆に昨日のバラエティ番組の感想が言えましたね。ね、逆にね。よかったよかった、うん。逆に。はい。感想もね、送ってくださいね。ドラマの感想もバラエティの感想も、はい、はい、今日の縁側もの花感想もぜひ待ってます。というわけで7月17日にお会いしましょう。さよなり、さよなり。はい、やばい、いろいろやばいはい、はい。Thank you.